こんにちは。今日もメルボルンからお送りしてます、みどりです。今日はキャンプに来てます。オーストラリアがホリデー期間なので、川 の, あの近くにテントを張って過ごしてます。すごい綺麗でしょ。川のね、中に椅子を置いて、こんな感じで動画を撮ってます。はい。で、今日ね、お伝えしたいことがあったのでまた撮ってるんですけど、今日のお話は、毎日の幸福度が上がる秘密をお伝えします。私がやってることなんですけど、朝と夜の、眠い時にやるんですけど、起きてすぐの寝起きだったり、あとは、本当に寝る前ベッドの上でとかでもいいんですけどね、私がね、意識してやってることなんですけど、とにかく本当にリラックスをすること、ぼーっとすること、自分が好きなことをすること、楽しいことだったり、嬉しくなるようなことだったり、自分の、感情が穏やかになるようなことを心がけてやっています。具体的に言う と夜はそうだな、キャンドル焚いたりとか、アロマディフューザーを使ってゆっくり本読んだりだとか、瞑想をしたりとか、バスタブに使って塩風呂を入ったりだとか、そうだね、あとはサウンドヒーリング、音叉っていう、なんて言うんだろうな、あれヒーリングチューナー、なんて言うんだろう、あれ名前なんだろう、チューナーを使って音を感じたりとか、癒される音を感じたりとか、シンギングボールを使ったりとかしてます。そう、今日もいい一日だったなっていう、感情に浸る、そして、今日もありがとうということでね、毎日感謝の感覚を感じています。寝る前にその感情で、その感覚で寝るっていうところがすごく大切です。あともう一つ、私最近、クリスマスプレゼントでもらったプラネタリウム、寝室に使えるんですけど、星がバーって天井に見えるんですよね。それをつけて最後タイマーかけて、最近は眠りについてます。そう、朝も起きたら、マインドセットがすごく大切っていうビデオを前回撮ったんですけど、やっぱり朝起きて、宣言する、今日も最善な一日になるっていう宣言をして、もうそのマインドでいくっていう感じなんですよね。人によって何でもいいと思うんですけど、私はこのやり方がしっくりきているので、意識してやっています。で、そうすることでじゃあ何がいいかというと、やっぱり寝る前とか、あとその起きてするとかっていうのが潜在意識に一番つながりやすい時なんですよね。思考があまり働いてなくて、無意識の部分、潜在意識が、優勢になりやすい時なので、それを利用して無意識の部分でその、ポジティブな感情っていうのを毎日根付かせていくっていうのが目的なんですけど、そうすることによって毎日自分の、毎日が、幸せなことがこう引き寄せられていく循環になっていくので、すごく私はおすすめです。で、実際私もそれで本当に、幸福度が増しているなっていう風に実感もしているので、ぜひ皆さんね、これがピンときた方は、試していただければと思います。はい、今日はねこのメッセージを伝えたかったので、この
ごい綺麗な川からお送りしました。でね、これみんなに見せようかな。これちょっと私たちが置いたんだけど、そう、とにかくね、最後一番伝えたかったっていうところが、自分自身のその体験をもとに、少しでもシェアできることがあればこうやって伝えていきたいので、はい、少しでも役に立ったらいいなと思います。はい、では、この水がきれいな川からお送りしました。最後グダグダになったけど、ありがとうございます、見ていただいて。ではでは、また、シェアしたいことがあったら撮りますね。 See you guys、 またね、バイバイ。